おはようございます。月曜日から昨日まで実家にいたんですけれども、昨日の夜帰ってきたので久しぶりの自分で作った朝ごはんです。お味噌汁は実家でもらってきた小かぶとわかめのお味噌汁、そしてこちらも実家でもらったサバで、ちょっと今まで食べていた量が多すぎた気がするので半分にしました。そして、これも実家でもらってきたサニーレタス、みかんも実家でもらってきました。そして雑穀米です。いただきます。今日は朝起きてからすぐ動画の編集が溜まっていたので動画の編集をしてご飯を食べて、また動画の編集をしてアップロードしてる間に走りに来ました。10キロ走ろうと決めて今10キロ走れましたので、家に帰って昼ご飯を食べたいと思います。11キロ走って買い物に行ってから昼ご飯です。今日はこれから仕事で出かけて夜遅くなるので、ちょっと昼ご飯を遅めにしています。メインのメニューは母にもらったカキフライと魚のつみれ揚げ、そしてブロッコリー、失敗したゆで卵と納豆、雑穀ご飯です。いただきます。今日は昼間に11キロ走ったので、ちょっと摂取エネルギーが少ないので、仕事が終わった後にコンビニに寄ってプロテインを飲んでいます。で、今から晩ご飯でヨーグルト 150g と手作りした低カロリーグラノーラ 50g です。いただきます。ではこれから仕事に行きます。体重が 48.5 キロになったのでとても気分がいいです。塩酒、サニーレタス、おかずとわかめのお味噌汁、納豆、ゆで卵、ご飯、みかん、干し芋です。いただきます。今日午前中は仕事で帰ってきたのが2時ちょっと前だったんですけど、ブロッコリーとサバ缶のスパゲッティの作り方の動画を撮っていたら3時近くになっちゃったので、今からお昼ご飯です。味噌汁も作ったんですが食べるのは1食分です。あと時間がなくてみかん食べきれなかったのでみかんも食べたいと思います。いただきます。晩ご飯です。晩ご飯は軽めにヨーグルトに手作りの低カロリーグラノーラです。いただきます。今日は外出する予定がなかったので、ゆっくり起きて、ゆっくり起きたら雪で真っ白だったので走りにも行けず、のんびりしてたら9時になっちゃいました。で、朝ごはんはまずはサニーレタス、小かぶと里芋とわかめのお味噌汁、納豆、ゆで卵、雑穀ご飯、みかんです。いただきます。晩ごはんです。今日は朝から雪が降っていて走りにも行けないしどうしようと思って刺し子を始めちゃったら止まらなくなり、昼ごはんも食べずに今までやってました。今7時ちょっと過ぎです。なので昼ご飯に食べようと思っていた昨日オリーブサバ缶とブロッコリーのパスタとナバナのおかかごまえヨーグルトを食べたいと思います。3食食べましょうといつも言っていますが、自分が守れなかった日です。ございます。昨日から始めた刺し子にハマってしまって夜寝るのが遅くなり、9時の朝ごはんです。
でもだいぶサスコができたので満足しています。今日の朝ごはんもいつもとあんまり変わらないんですけども、昨晩オーブンを使ってサラダチキンっぽいものは作れないかなと思って、ささみを塩麹味付けて作ってみました。うまくできたので試食したいと思います。そしてブロッコリー、こちらは、実家から届いたものです。ベージーソルトとオリーブオイルを少しかけてあります。これは昨日と同じ里芋とわかめとカブのお味噌汁とゆで卵、雑穀ご飯、みかんです。いただきます。お昼ご飯はちょっとかなり粗食で、焼き塩鮭と朝大量に茹でたブロッコリーにクレイジーソルトとオリーブオイルもかけたもの、雑穀ご飯です。いただきます。土曜日から全然走ってなかったので5キロほどランニングしてきました。今から晩ご飯です。晩ご飯はグラノーラを、自分で作ったものを3種類味見も兼ねて食べていきます。いただきます。今日もあまりいつもと変わらない朝ごはんですが、焼き塩サバ、ブロッコリー、グレイジーソルト、オリーブオイルかけ、今日は小松菜とわかめのお味噌汁、納豆入れ卵、雑穀ご飯、みかんです。今日はご飯を食べたら外出します。先ほど帰ってきました。ちょっと7時過ぎちゃったのでいつもよりも遅い晩ご飯です。昼間にヒレカツ食べてちょっとお腹がいっぱいですが、野菜が足りないのでブロッコリーと、あとはグラノーラ2種類です。いただきます。おはようございます。朝ごはんです。朝ごはんは鶏ささみの塩麹、味噌、ブロッコリー、水菜とわかめの味噌汁、雑穀ご飯、ゆで卵です。いつもよりもちょっと朝ごはんの量が少ないのはちょっと急いで出かけないといけないから、時間がないからです。本当の子は最近ハマっている刺し子の布巾が完成したのでランチョンマットにしてみました。いただきます。はい、先ほど家に帰ってきました。今日は10時から朝活に参加して、その後朝活のメンバーとランチを食べて買い物をして帰ってきました。朝活はテレビ塔に行って、絶景の中で朝活ができましたが、すごく日当たりが良くて30度以上ぐらいあったので、すごい暑くてぼーっと頭がしちゃいました。ランチはマルハ食堂で食べてきました。とっても美味しかったですが、2日連続で揚げ物を食べてしまったので、ちょっとこれはダイエット中なのかという感じもします。ランチの後は買い物をして帰ってきました。で、動画の編集もやらないといけないんですけど、欲しいものもあったので買い物をしてきました。で、ブックオフに行ったら欲しかった本があったので買ってきました。中島志保さんのシフォンケーキの本。今年はシフォンケーキ作り頑張りたいと思いました。で、シフォンケーキといえば中島志保さんなので、中島志保さんの本を買ってきたのと、あとは今、ハマっております刺し子の刺し子デザイン帳を買ってきました。これでちょっとまた刺し子にはまりそうなんで、動画編集が怠ってしまいそうですが、どうしても欲しかったので買ってきました。晩ご飯です。今日はお昼、友達とランチをしてちょっと贅沢してきたんで、夕食は軽めです。野菜がちょっと足りないのでレタスのスープ、そして自分で作った低カロリーグラノーラとヨーグルトです。いただきます。おはようございます。今日は
体重がなんかすごい増えていたのでショックを受けています。まあ、今週は生理になったりちょっと運動がなかなかできなかったりしているので食べてる量が多かったのかなと思っています。でとりあえず朝ごはんを食べます。朝ごはんはささみと塩麹のオーブン焼き、そしてこちらは実家でもらってきた高麗菜という紫色の野菜です。多分アントシアニンが多く含まれていると思います。多分です。でこれを5枚にしました。で納豆を小松菜とわかめの味噌汁、雑穀ご飯、こちらです。いただきます。昼ご飯です。名古屋も朝は雨が降ってたんですけども雪に変わってきました。午後からちょっとお買い物に行こうと思ってるので昼ご飯を食べたら早めに行こうかなと思っています。昼ご飯は焼き塩サバ、大根の皮と人参のきんぴら、そして蒸し大根の酢味噌かけ、この中にもらったキムチ、雑穀ご飯です。和食、キムチが和食じゃないか。いただきます。で雨も雪も止んだので走りに行きたいなと思ったんですけど今生理中で、今回はなぜか生理中がひどくてちょっと走りに行く気分じゃなかったので買い物だけ行って晩ご飯です。晩ご飯は今日も軽めでグラノーラとヨーグルトです。この後ちょっと運動不足なので運動サイクリングを軽くできたらいいなと思っています。いただきます。